のかなっては思わないけど、たまにこれで大丈夫なのかなって思います。大丈夫とか安全とかも言わないし、危険とかもうあんまり言わないです。でも今まであった学校の行事とかっていうのは、外でやるはずだった行事とかっていうのは中止になったりはしてます。福島とかを出て行きたくはないっていうか、あんまり心配っていうかしないですけど、お母さんがその放射性物質を出してくれる薬とかっていうのをお母さん飲んでて、あとはうちにも飲ませたいみたいなんですけど、粒だから苦手で飲みたくないし、でお母さんが結婚とかしたいんだったら、そういうちょっとでも内部被曝とかしないようにしてほしいって言ってるんですけど、そんな別にそこまでするのかなとかって思ったりします。しかもさっき日本だったのに一本に戻ってね、教わった教わってないけど、登下校の時なんかマスクしろって最初言わなかった、学校で言われた、できる限り防ぐみたいな、なんか砂ぼこりが立つと歩ってると砂がこう舞うから、なんかそういうのを体で吸わないようにマスクして、こうなんか変な菌みたいなのとかも全部防いでっていうことだけは最初の方言われたけど、今は言われてないです。その人間の細胞を、その放射性の物質か何かが破壊していくみたいな、それが自然界にはあるから、普通に破壊されてもまた再生されていくけど、あまりにも多すぎるとその再生が追いつかなくてっていうのは聞きました。友達が言ってたのは、まあ、うちもそうなんですけど、井戸水なんですよ。それで、でも井戸水ってそんなすぐには来ないじゃないですか。だからその放射性物質が、まあ、地面とかにはあるけど、いつ頃っていうか、どれくらいでその地下に染みてったりとか、水道水に混ざったりとかってするんですか。どのぐらい浴びたかはまだ分かんないですけど、その放射性物質けど、やっぱりそれってと、ね、年を取った時にやっぱりそういうのって何かしら出てくるんですか。なんか病気だったり、なんか奇形児が生まれたりとかっていうのがやっぱり出ちゃうんですか。ある。外国の方の福島県民、私たちみたいな人に対するなんか他国の人の率直な思ってること、なんか嫌だなとか、福島県民と結婚したくないなとか、そういうこととかって聞いたことあるんですけど、そういうのって実際に本当にあるのかっていうのがちょっと疑問で、それと同時に悲しいです。なんか福
Fukushima and its residents have suffered from discrimination. When we went on a school trip to Tokyo and Yokohama, some people asked us, "Where did you come from?" I wanted to say Fukushima, but I thought we might face discrimination related to the radiation. So I answered Miyagi. They said to us with a smile, "Enjoy your trip."